見れば見るほどです。ラジオ体操さんも花咲かじいさんのおリクエストいたしますという、まあ、本田選手も入ってますんで本田の更新曲でもいいですがとか、まあ、いろいろいただいておりますけれども、僕の細道さんからもやっぱり花咲かじいさんテーマソングということでございました、はい、正式には花咲かじじいっていう曲ですよ。ああ花咲かじじいっていう容赦ないですねというタイトルとなっております。はあ昔はすごいですね花咲かじじい、はい、ああそうです。ブラブラジルジルさんからもやっぱりこのワールドカップ BGM ということで、この方はやっぱり本田ら行進曲ということになっておりますけれども、はい、なんでこの花咲かじじいなんですか。はい、港の知恵さんからもいただいております。ブラジルワールドカップ日本サッカー代表が決定いたしました。23人中海外組が12人、ねえ遠藤選手3度目のワールドカップ、14名が初のワールドカップということでありまして、もう名古屋グランパスからは一人も選出されませんでしたね、はい、でもまあ元グランパスというのは本田とか川島とか吉田とかいうのね、なんとなく分かる気はするんですけど、うん、どうしてこのサッカーの話題に乗せて花咲かじじいなの、はい、あそれまだ説明してませんでしたですか。してませんね、はいはい、あ今さっきもザックザック言ってましたよ、はい、ザックジャパンここですか。ザッケローニ、ザッケローニ、はい、まあ確かにあの掘ってみたら人材たくさんザックザックいう感じもしますし ね、 ういうすね、いいんですけれども、そういうことですよね、はい、あの天空で三本足のカラスが鳴くというぐらいにしてほしいですよね。はい、はい、そしてこちら吉さんからもいただいておりますけども、サッカーブラジルワールドカップ日本の代表23人が決まりました。おなじみのメンツとはいえこれまで以上の期待を持ちたいと思います。畳さんからもいただいております。日本が初めて出場したフランス大会の時はカズ選手が漏れて大きな話題となりました。当時カズ選手は監督から呼び出され代表漏れを聞かされたんですが、最初は誰を落とすのか相談されるのに呼び出されるのかと思ったと振り返るぐらい衝撃的なニュースでしたが、まあ、今回は青山選手、大久保選手が選ばれましたが、これサプライズといえばサプライズですよねということで、はい、皆さんこのあたり喜んでますね、うん、ワールドワイ亀吉さんからもいただいております。国内組の大体予想通りでしたが、サプライズといえば大久保嘉人選手、うん、この選出、彼は2006年のワールドカップ予選の合宿中に合宿を無断で抜け出してキャバクラで酒を飲んでいたのが当時の監督ジーコにバレて代表を外されたいきさつの持ち主です。もちろん大久保選手だけでなく一緒に行動していた7人も外されましたが、とにかくこの大久保選手はやんちゃであるけれども実力もありますから当時大きく取り上げられておりました。今でも嫁さんは大久保選手を見ると出たキャバ組とこういう始末で女性はそっちの方の記憶は消えないなとゾッとする瞬間であります。この人もいろいろ言われてんですよね。そうですよ、あんた分かってるやろね、はい、一回失敗したらなかなか消えませんよ。あこれ分かってるやろな、これ忘れてんで、うわー一旦覚えると女は覚えとるな、覚えてますよ、ということですかね。もちろんですよ、はい、動物奇想天ぷらさんからもいただいておりますけれどもね、まあ注目したいのは川崎フロンターレの大久保選手で選ばれたら本当にサプライズだと思っていたと本人も話しておりますが、うん、大久保選手は攻撃的な選手で、ザッケローニ監督はブラジルでは攻撃的に行きたいと考えているんじゃないでしょうか。何にしても1ヶ月後がいろいろな意味で楽しみです、はい、ガッツイチモスさんからもね、私はもう今の状態からすれば大久保選手は絶対選ばれると思っておりました。大久保も絶好調、岡崎も絶好調、日本の得点力これが楽しみですよねと、森田工業所のトスさんからもいただいておりますけれども、大久保選手は天国のお父さんにワールドカップブラジル大会で活躍している姿を見せて、やってもらいたいと思います。個人的には僕は名古屋グランパスファンですけども、奈良崎とかね、うん、そういった人たちが選ばれなかったのは本当にね、残念だなと思いますよね、はい、そうですね。それからこちら花の民さんからもいただいておりますが、なんといってもですね、大久保といえば我が田原市から出ているお笑いの二人組コンビのオアシズのあの大久保ちゃんが昨年からブレイクしておりまして私の住んでる村も大久保でね、あ大久保尽くしな感じ、大久保尽くし、あるコメンテーターもこの23人を見て最後に大久保でよしとよし、大久保よしとというシャレで結んでおりましたね。はい、それからピンピンダラリンさんからもいただいておりますけれどもね、はい、うん、まあ本当にね、名古屋絡みではということで、さっきからいろいろね、うん、棟梁なんかもちょっと落選で残念だったですね。ね、
ちょっとこう明暗を分けて、まじか、ね、人、人、人数限られてるから難しいですけど、はい、うん、ところで大久保選手が呼ばれた時はです、選ばれた時はザッケローニ監督の発音のせいで、あの、奥坊とかなんかね、お、なんかね、この辺り聞こえましたが、誰かなと。奥坊。奥坊という。それから、自分の顔をかぶった、狼さんからもいただいておりますけれども、ザッケローニジャパンの23人の発表がありました。イタリア人もスペルの H を、あの、発音しないんですね。ホンダとか言ってました。ホンダって誰やろうと。ホンダのこと。中京テレビのホンダさんかと思いましたけどもね。A69 助さんからも、多田さんも言ってましたが、あのね、大迫選手をですね、餃子と聞こえました。餃子聞こえた？聞こえた、うん。ハーフさんからもいただいております。私が応援している長谷部選手が怪我から復帰してメンバー入りして間に合ったのは嬉しいです。ね、激しい戦いは予想されますが、ザックジャパンは頑張ってほしいと思いますよ。子猫のなっちゃんからもやっぱりそういうようなお便りをいただいておりました。うん、それから我が子を愛する中ネームさんもね、まあこういう時私はついつい選ばれなかった選手の気持ちになってしまいますが、選ばれた選手は選ばれなかった選手の思いもブラジルに一緒に持って行ってほしいと思います、うん、いうことで、誰でもこれはね、はい、あの人生こういうことの連続じゃないですか、ね、うん、会社に入りたいとか、うん、あの学校に入りたいと言っても受かる人受からなかった人がいます、はい、もっと言うなら恋愛ということに関しても大体枠一人ですからね一人に対して、はい、一人に対して、あの枠たくさんの場合はありがたいですよね。海外ではありますけど、日本のことね、恋愛のことで枠がね、枠がたくさんある人は羨ましいですよ、はい、あ、そういうことです、そういうことです、あんまないです、ね、あんまりないですよね、はいはい、結婚もまあ席は一つ、法律上これ一つということですから、はい、うん、人生選ばれる選ばれないというのはこれ人生の常だと思いますがね、ED さん、代表発表の時香川選手は飛行機の中だったそうで連絡がつかなかったようなんですが、機長がどっかとのやり取りで香川選手の代表入りを知ったそうで、客室乗務員を通じて知らされたそうです。機長さんたちって運転中操縦中、代表ってどうなった、サプライズあったんとか話してるんでしょうかねと。管制塔、管制塔、高度は4000メートル。ところで聞くが、代表選手は決まったか。こちら管制塔、こちら管制塔、大久保が入った、大久保が入った、その子カーマ、あ、今乗ってるぞ、なんでそんな、なんか、不透明な声なの。いや、わからない、通信でやってるから。通信でやってるから。結構明瞭に聞こえると思いますけど、ね。そういうことですか、まあ、ちょっとラジオですから。ちょこっとそんなことを教えてもらったりしたのかな。やってるんでしょうかね。どうなんでしょうね。はい。マイチンカールさんからもね、ね、これとにかく、うん、ザッケローニ監督が森重の発表をしたときには、つぼりさんラッキーと思いました。森、僕森。いや、それ森重違う。ワールドカップ森。森重違う。そうか。違います。じゃあ、失礼しました。サッカーしてたらどうするの？まあ僕はサッカーは苦手だけどね、屋根の上でバイオリンを弾くのは得意なんだ。それも役の話。ああ、失礼いたしました、はい、おっぱい枕さんからもいただいております。まあ日本、サッカー協会のシンボルマークであるヤタガラスを、ね、の那智大社ではですね、うん、あの日本代表の勝利を願う神事が行われて、これも私もニュースで見ましたけどもね、はい、これはもう、うん、旗にちゃんとヤタガラスというのがね、はい、あの掲げられておりますが、うん、あれはもうでもね、はい、ワールドカップ、あのブラジル、あの、はい、スタジアムが、金田シャータイさん、はい、無事工事が完了することを願いますとか、そっちもちょっと心配なんですけどね、孫ちゃんとかそれがいっぱい、まあ、ブラジルに関してもまあありますのでね、それはまた後ほどとさせていただきます、はい。